小賀半島のランドサット衛星写真。右は八郎型。スペースシャトル標高データ使用。小賀半島一三つの池が、目方火山のマール。楕円形の戸川湾は、目方火山より古いたフリング。八房台から見た二の目型と戸賀港小賀半島は、秋田県北西部にある、日本海に突き出た半島。半島部の大半が、小賀市に属する。西部に、小川散山。 中央部に寒風山がそびえる。また、半島の南東部の海岸を中心に、海食がけが続いている。半島の付け根には、八郎型がある。かつて寒風山は、火山島であった。山体の成長とともに、北側から米城側、南側から尾物川による土砂堆積によって2本の砂州が伸びて、複式の陸系島となり、中心部が取り残されて、 河水湖である八郎型となった。交通面では国道101号が南北に横断しているが、五里号地区などで協路が多い。秋田市方面からは JR 小賀線が通じている。寒風山火山は約3万から1万年前の活動で形成された。先端部にある1の目型、2の目型、3の目型はマールであり、これを目型火山と呼ぶ。 約3万から2万年前の火山活動である。また、都川湾は、目タ火山より古い時代のタフリングであり、それが海とつながったものである。古くから、生ハゲが有名なところとして知られて、生ハゲ館が所在する。半島内には3つの郷土大庫のグループがあり、小川温泉郷を中心に活動する、生ハゲ、豪カグラは、勇壮な演奏と華麗なパフォーマンスにより、 アジア各国、フランスまで、その活動の幅を広げている。真山、元山、けなし山は、小賀山山と呼ばれ、古くから山岳信仰の例状とされている。戦国時代以降は、戦国大名、安藤氏の日本海経由の交易拠点として栄えた。小賀温泉郷をはじめ、金崎、戸賀など海岸沿いを中心に温泉がある。北西端にある入道崎は、 会食がけの岬で入道崎灯台がある。このほか八坊台といった継承地もあり、小賀国定公園に指定されるとともに、日本百景に選定されている。1952年6月20日に、小賀半島は、秋田伊佐尾新報社主催の第1回秋田県観光30系で、第1位に選出された。1977年6月15日の、 新観光秋田30系では、入道崎、桜島、大江橋ラインが第1位に選出された。海を生かした観光名所としては、秋田県立尾が水族館も知られる。船川港や水族館前などを発着する遊覧船が運航されることもある。ありがとうございます。